駅のデジタルスタンプ、駅タグというものがあります。私は先日、初めて使ってみました。この動画では、駅タグのやり方などを解説します。スマートフォンで駅タグを起動させます。そうすると初期の画面がこのような画面になります。そして下の方の駅タグをタップします。そうすると、このような画面が出て、スマホを駅タグにタッチしてくださいというのが出ます。青春18切符を使って、まず栃木県の足利駅に行きました。駅タグはこのような感じであったのですが、小さく見つけづらいので、駅員さんに聞くのが一番早いかなと思います。実際にこのようにやってみたのですが、エラーが出てしまいました。スマホのケース取らなければなりません。スマホのケースを外して再チャレンジです。さあどうでしょうか。読み込み中です。はい。このように無事にスタンプをゲットできました。足利学校のスタンプです。ローカル群馬スタンプラリーのページに無事1個スタンプが押されました。電車を乗り継いで次は埼玉県の深谷駅に行きます。埼玉県の深谷駅に到着しました。あいにくの雨ですが、深谷駅の駅舎はこのような東京駅とそっくりのレンガの建物です。駅タグの場所はやや見つけにくかったです。そしてここでも実際にやってみました。さあどうでしょうか。はい、このようにきちんと反応してくれました。スタンプをゲットできました。渋沢栄一さんのスタンプです。群馬ローカルスタンプラリーはこのように2つになりました。また電車に乗りまして、今度は群馬県の高崎駅へ向かいます。高崎駅には神津家賛否のレプリカがあります。これが田子碑。そして左側が山の上碑、右側が金井沢碑になります。駅タグはこのような機関車の模型の上の方にありました。高崎駅では駅中にあるので注意してください。駅タグで読み込みますと、このようなスタンプがゲットできました。だるまのスタンプです。群馬ローカルスタンプラリー、3つの駅のスタンプをゲットできました。そして期間限定スタンプも2つゲットできました。1つは3駅達成賞スタンプ、埴輪に乗る群馬ちゃんの絵が描かれています。もう一つは3県制覇賞スタンプ、SL 群馬の絵が描かれています。本当はコンプリート賞を狙いたかったのですが、越後湯沢駅に行く用事があったので、ここまでとなりました。